言葉の力であなたの人生を変える紅茶のです。今回は短めにお話ししていきますね。テーマは、なぜ自分を好きになれないのか、自信を持てないのかです。まあ、これはですね、一言で言うと、見透かされる生き方をしてるからなんですね。で、見透かされるっていうのは、まあ、エゴが見えすくような、そういう生き方をしてるから、自分を好きになれないわけなんですよ。つまり、自分都合、自分のためっていうように生きてるから、なんか自分を好きになれない。 大体そうじゃないですか、そういう自分都合みたいなものが見えると、まず恥ずかしいですよね、恥ずかしいから自分を好きになれないですよね、だからこういう自分都合みたいなことがばれたっていうのが恥ずかしい、だから例えば自分勝手に行動したっていうことがやっぱバレると恥ずかしいですよね、だからたとえ他人のために行動していたとしても、ですよそれが実は自分のためだったみたいなことがばれた場合、む,つかあのむちゃくちゃ恥ずかしいじゃないですか。 例えば、まあ、よくある例としては、まあ、好きな人がいてで、その人とお付き合いしたいと思って、その人に好意的に接するわけですよね。で、好意的に接すると、相手の方は、ああ、この人いい人だなと思って、自分に対して好意を持ってくれる。だけど、そこに下心が急に見えてしまうと、相手の方は引いてしまいますよね。なんか、どん引きしますよね。で、それと同時に、自分も恥ずかしくなるじゃないですか。だって、今まで好意的に接していたのは、実は下心があったからなんだってことがバレると、むちゃくちゃ恥ずかしいですよね。 だからあの自分のことを好きになれないんですよ。つまり、下心が見えるような、そういう生き方をしているから、恥ずかしくなってしまって自分を好きになれないわけなんですね。じゃあ、どういうふうにして生きればいいのかっていうと、下心がない状態で、でかつ、自分と他人、自分と世界が一体となった状態、そういう感覚で生きることが、まあ、いいわけなんですね。そうすると自分を好きになります。例えば、好きな人がいるとして、で 好きなんだけど、でもそれは下心から好きという意味ではなく、自分と他人、自分と相手、自分と世界が一体化した状態で、だから自分の思いは、イコール相手の思い。こういう感覚で相手が好きっていう状態。で、うん、感覚的に言うと思いやりって感じでしょうかね。思いやり。で、思いやりって下心じゃないじゃないですか。だから思いやりの意味で相手に対して好意的に接した。 としますよで、その場合、思いやりの心がばれたって別に恥ずかしくないですよね、相手もドン引きしないし、自分だって全然恥ずかしくないし、だからこういう感覚なんですよ、自分と世界、自分と他人、自分と相手が一緒の感覚、同じ一体感、感覚っていうか、こういう感じで生きると、まあ自分の思いがバレても全然恥ずかしくないんですよ。 だからつまり自分がこれをやりたいとかそういう思いがありますので,でそういう心が自分のためだけでなく世界のためになっているというこういう感覚で生きることが望ましいわけなんですねで、うん、そうでない限りはもう下心で生きることになっちゃうんですよで常にそれを隠すために必死になるという生き方になっちゃうんですねでそうすると自分が嫌になるじゃないですか。 そうですよね。で、例えばその典型的な例が道徳的な人ですよ。で、道徳的な人ってすごく素晴らしいですよ。あの、周りから見てて。即立ち振る舞いも美しいし、あ、あの人素晴らしいねっていうふうに見えるわけですよ。でも、実はその人はものすごく劣等感を持ってるわけなんですね。なぜかというと、なぜ道徳的にあの行動してるかというと、下心がバレたくないからなんですよ。だから道徳というもので覆い隠して、まあ、なんとか周りに対していい、 よよううにに見せるるしてるんですけどでもその代わり自分の思いっていうのは表現できないですよね。道徳的で素晴らしいと思われるかもしれないですけど、自分の思いは表現できないですよね。そうすると苦しいじゃないですか。そうやって自分の思いを常に隠してる自分がやっぱり嫌になるわけですよね。だから道徳的で美しい所作をして,してる人って結構苦しんでる人が多いんですよ。 だから、そういうふうに道徳的に生きるのもやっぱまずいわけなんですね。じゃあ、どうすればいいかっていうと、さ,あのさっきの話に戻るんですけど、自分と他人、自分と世界、自分と相手が一体感、感覚になったような、こういう、まあ、専門用語で言うと、ボンが一にょっていう感じですよね。自分と宇宙が一体感になったような、こういう感じの生き方。で、自分の思いはイコール相手の思い、世界の思い。だから、自分が何か思ったところで、それは全然、それがバレたって恥ずかしくないっていうような、そういう感覚で生きると、本当の意味で自分を好きになります。 今回は以上です。